はい、皆さんこんにちは。今回はね、標準エフェクトのグローをスターグローにね、改造する方法をやっていきたいと思います。その前にね、標準グローを綺麗にね、かけるコツというかね、僕がね、普段やっている方法も紹介したいと思います。グローを綺麗にかけるには RGB のね、色の値をね、コンピュータがね、どのように処理をしているのかとかね、明度、サイド、描画モード、加算やスクリーンの処理方法など理系能をね、フル活用してね、やった方がいいんですが、難しいことはね、それぞれお勉強してもらうこととして、今回はね、グローエフェクトのパラメーター、グロー色位置、グロー半径、グロー強度の3つをね、調整して、描画モードはね、加算のみで、まあまあいい感じにできるのでやっていきたいと思います。ちなみに、グローをかける素材自体、当たり前なのですが、つどつどね、明度やサイドがバラバラなので、一発でね、OK などと簡単にはできない代物です。まあ、つどつどパラメータを調整するので、めんどくさいですね。じゃあ、優勝のね、プラグイン、オプティカルグローやディープグローを使えば、美しいグローがね、できるかというと、標準グローよりかはね、処理方法がね、凝っているので、綺麗にはできるんですけれども、パラメータを見てみると、標準グローよりもね、複雑で、先に挙げた色や合成処理の知識がないと、どこをね、どういじればいいのか分からなくて、やはり一発ではね、美しいグローはできません。標準グローの書き方のコツが分かれば、特にね、優勝プラグインに頼る必要もなくなると思います。グレーディング、カラコレ、グローかけ。あまりね、得意ではないんですけれども、やっていきたいと思います。はい、やっていきます。まずはグローをかけたいね、素材を用意します。今回はネオンがね、輝く夜景でやっていきたいと思います。メインコンポジションを作って用意した素材をね、ぶち込みます。エフェクト、スタイライズ、グローをかけます。素材にもよるんですが、明るい部分がね、どぎつくね、白飛びしてあまり美しくないと思います。試しにね、有料のオプティカルグローをね、かけたものを見てみると、やはりね、かけただけではね、どぎつく美しくないです。オプティカルグローをね、ディスってるわけじゃないんですけれども、とても優秀なプラグインですが、やはりね、パラメーターのね、知識がないと結局ね、綺麗にね、グローをかけられないのでね、知識がない方はね、標準のグローでも優勝のプラグインでも下手は下手ということになります。今回はね、標準のグローのグロー色位置、グロー半径、グロー強度のみを使ってね、比較的簡単に綺麗なグローをかける方法をやります。その前にね、グローをかけるにあたって大事なことは、公式ヘルプを見てみるとね、注意書きでグローは32ビットパーチャンネルで綺麗に表現できると書かれています。今回はね、グローを綺麗にかけることが目的ですので、処理は重くなりますが、32ビットのね、カラーにします。8ビット、16ビット、32ビットでね、パラメーターの値は異なってしまうので、あらかじめね、32ビットにね、しておくことをお勧めします。まずはグロー色位置。色位置って何？と思われる方もいると思いますが、色位置とはね、境界もしくはね、分岐点と思ってください。分岐点をね、超えると効果が発動する感じです。デフォルトでね、グロー色位置は 60% です。ということでね、 60% 以上になるとグローが発動されます。ではこれはね、何の 60% かというと、色のね、明るさの 60% という意味になります。この元素材の 60% 以上の明るさの色に対してグローを発動させています。一旦ね、グローの効果をオフにします。ではね、 60% ってどこよって思いますよね。一旦 60% は置いておいて、まずはね、この素材のどの明るさの部分からグローをかけたいか、見た目でね、決めます。僕の場合は見た目で台北101ビルの紫のね、明るさ以上のところを光らせたいと思います。明るさをね、知るためにカラーピッカーのあるエフェクト、何でもいいです。今回はエフェクト、
描画、塗りをかけます。塗りをオフにしてスポイトで台北101ビルの紫のね部分の色を取得します。色をクリックしてカラーピッカーを開くと B ブライトネス、明るさの値がねだいたい 90% に、ね、なっていますね。台北101ビルの紫の明るさです。これ以上のね明るい部分にグローをかけたいのでグローをアクティブにしてグロー色位置をねだいたいね 90% にします。これでねなんとなくグローをかけたい部分にちゃんとかかったんじゃないでしょうか。この値がねグローをかけたい色位置の目安になりますとね断定してしまいましたが、これは僕の勘です。公式のヘルプにねグロー色位置の基準は明るさの色位置と書いているので、おそらくね明度のパーセンテージだろうと、これでねなんとなくうまくいくから多分ねこれだろうと思ってやっています。正確なね基準値を知っている方はぜひコメントで教えてください。さて戻りまして、ネオンのね部分にだけ綺麗にグローをかけたいので、その場合はね明るい部分をね先に抽出して元素材にね合成した方がグローのね部分だけ明るさやサイドを調整できるようになるので、元素材とグロー素材に分離します。コマンド D で素材を複製して下の方のね名前をオリジナルにして、すべてのねエフェクトを削除します。上の方を分かりやすいように色を変えて名前をグローにします。グローをオリジナルにペアレントして、後でねオリジナルのトランスフォームをいじってもね連動するようにしておきます。グローをソロ表示にして一度ねエフェクトのグローをオフにします。ネオンのね部分のみ抽出したいので、エフェクト、チャンネルシフトをかけて一番上にね持ってきます。アルファを取り込むを明度にして明るい部分のみを取得します。エフェクト、カラー補正、トーンカーブをかけてねグローの上に持ってきてグローをねかけたい部分を調整します。エフェクト、チャンネル、単色合成、グローの上に持ってきてね黒の平面と合成します。これでねネオンの部分と黒の部分のみになりました。ここでねもう一度光らせたい色の色位置の基準を確認して、グローをアクティブにしてグロー色位置に色の明るさのね基準値を入力します。ソロ表示を解除、描画モードでね加算で元素材に合成します。光はコアの部分がね最も明るく、広がるに従ってね淡く伸びていく感じになります。グローをかける場合コアの部分とね淡く広がる光の部分をね別々に作ると綺麗になります。ではねまずはコアの部分を作ります。名前をグローコアにしてグロー半径を小さめにします。グロー半径は明るさのブラーの半径と考えてください。コアの部分はしっかり輝かせたいのでブラーの半径をね小さくしてはっきりさせます。次にね光の広がりの部分を作ります。ここからねグローを重ねていくので予期しないね白飛びになるかもしれませんが、後でね各々強度を調整するので焦らなくても OK です。グローをコマンド D で複製して名前をグローアンビエント001などとして、今度はね光の広がりの部分なのでブラーでね引き伸ばして淡く描きたいと思います。グロー半径を大きく描けます。さらにね光の広がりを作りたい場合はグローアンビエント001をコマンド D で複製してグローアンビエント002を作り、グロー半径をねさらに大きく描けます。ここでね一番上から順番にねグロー強度を見た目で
お好みのね値に調整していけば、なんとなくね綺麗な黒になります。白くね飛びすぎている場合は値を小さくして、光のね広がりの部分ブラーで伸ばしすぎてね薄くなりすぎていたら強度を上げてあげればうまくいくと思います。ケースバイケースでね強度を調整してください。まずはね色位置を決めて、次にねブラーの大きさを決めて、最後にね強度を決めるというね順番でねパラメータを一個ずつやっていくとねグローはかけやすいと思います。余裕があればねグロー色位置でも調整しましょう。値をね上げれば発光する明るさのね値を狭められるので光をね抑えられます。逆にね値を下げれば発光するね明るさの値がね広がるので光をね加えることができます。それではねこれをスターグローに改造します。グローコアをコマンド D で複製して、名前をグローホリゾンタルにして、グローのね方向を水平にします。グロー半径を大きくして水平方向に伸ばします。グローホリゾンタルをコマンド D で複製して、名前をグローバーティカルにして、グローのね、方向を垂直にします。グローをまた加えたのでね、思ったような感じに、ね、なっていなければ、再度ね、おのおののグローの強度を調整します。いい感じでしたら、そのままで OK です。見た目がね、美しくなれば OK です。これで十字のスターグローができました。このスターグローのね、回転を調整したいと思います。やり方は以前紹介した CC クロスブラー回転の秘密合成の処理順序でやっていますので、仕組みを詳しく知りたい方はね、そちらをご参照ください。エフェクト、ディストーション、トランスフォームをかけて、グローの上に持ってきます。素材のトランスフォームの回転にエクスプレッション、ピックビップでエフェクトのトランスフォームの回転の値を取得してかけるマイナス1、こうすることによってねエフェクトのトランスフォームの回転で逆回転ではねありますがスターグローの角度を調整できるようになります。逆回転をね直すためにエフェクト、エクスプレッション制御、角度制御をかけてトランスフォームエフェクトのね下に持ってきて、トランスフォームエフェクトの回転にエクスプレッション、ピックウィップで角度制御の値を取得してかけるマイナス1にして正のね方向に正します。これで制御角度で角度をね制御できます。タイムメソッドでね回転にアニメーションをつけてもいいでしょう。光にねリッカーを加えたい場合は水平と垂直のグロー強度にウィグルエクスプレッションを加えたり、グロー半径ねウィグルエクスプレッションを加えるといいでしょう。グローがね鮮やかすぎるのであればエフェクト、カラー補正、色相サイドでマスターのサイドを下げてあげたりしてグローの部分のみを調整することもできます。これがね元素材とグローの部分を分離して加算で合成した主な目的です。
各々のグローの強度や色位置をもう一度調整してみたり、作品にね、合った輝きに調整してみてください。グローをコマンド D で複製して、グロー2を作って、グロー2の角度制御をプラス45してあげると、8方向のね、スターグローになります。光がね、ダブって明るさが強くなったので、トランスフォームのね、透明度などで再度ね、光の強さを調整します。これがね、僕が普段やっているグローをかける方法なんですけれども、皆さんね、グローを美しくかけられましたでしょうか？今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。